2023年の都市対抗はトヨタ自動車の優勝で幕を閉じました。トヨタ所属の長崎さんは号泣。今年のトヨタは予選から快進撃、まさに最強チームでした。今年のトヨタは一味違います。何が違うんですか？都市対抗予選からめっちゃ打ってるし、はい、チーム打率は3割4分3厘、はい、でピッチャーもめちゃめちゃ抑えてます。めちゃめちゃ抑えてる。まあ、でもそのくらい予選から結構もう結束も高まって結果もこうやって出てるので、めちゃめちゃいい試合を見せてくれるんじゃないかなと思います。そんなトヨタですが、今回は史上最大の激戦区でした。なんと対戦した5試合すべて都市対抗優勝チーム。1回戦からホンダ、2回戦では前年度優勝のエネオスと対決、名だたる強豪チームと対戦し、僅差のゲームをものにしてきました。毎回決勝みたいな試合をしてる感じだと思うんですけど、結局どこで当たろうが勝たないと決勝にはいかないと思うので、全力で皆さん頑張ってほしいです。そんなトヨタ打撃陣は本戦でも勝負強いバッティングを発揮しました。毎試合勝負どころでの1本を必ず出し、5試合で20得点を叩き出しました。さらに今年のトヨタ、長短打だけではありません。都市対抗は5試合で9盗塁と走りまくり、足を絡めたスモールベースボールも体現。そして投げてはエースの加陽投手が3戦3勝。今年のトヨタの都市対抗投手成績はチーム防御率 1.20。 決勝までは対戦した相手をすべて1点以内に抑え勝ち上がってきた決勝戦。決勝は同じ東海地区代表のヤマハとの対決でした。ほんま好きやな都市対抗。めちゃめちゃ好きですね。去年からハマって、はいはいはい、今年もする。俺今年の方が面白いわ。何でか聞いて。何ですか？ピッチクロックあるから。あ、テンポめっちゃいい。ピッチクロックってこんな野球見やすくなんだろう。楽じゃない？2時間ちょっとでさ、試合終わったら。そうですね。和田選手また打ちましたよ。9番バッターであんだけ触れたら嫌っすね。八木くんはめちゃめちゃ足が速いです。で今大会もなんかこうみんなが打ってないところで突破口を開いたりだとか、あともう初戦からすごいいいバッティングしてたので、もう変わらずアベレージよく粘るな。やっぱり粘ってフルカウントまで持っていった。結構スリーツーとかツーツーとか結構球数投げさせれるバッターなので、本当にいいバッターだと思います。青山学院なんだ。青選手の後輩や。めっちゃバット短い。足が速い。あんなんできるんですか？なんかトヨタってセーフティーで流れ変える回もあるぐらい、やっぱ打つこともできるし、内野がこう空いてたらセーフティーとかプッシュなりなんなり狙える、やっぱ選手たちがいるので、やっぱそこも強みだと思います。エンドランした。エンドランしましたよ。長崎さん、藤原監督の奇襲ですか？そうなんじゃないですかね。軟式でよくある技を公式でしてやっぱ初回にツーランを打ったバッターだろうが、エンドランができると思ったらサインを出すっていう、このチームの関係性がいいですよね。相澤選手情報は？相澤君もパワーヒッターで
ですし、あとは守備も上手です、すごく。何度もセンター前に落ちそうなのを今回もキャッチしてましたし、まあ、なぜ今回のスパイクがバルタンって言って足袋みたいな形のスパイクと乱心を履いてて、そうなんですか。それに疲労軽減されるんですか。どうなんですかね、それちょっと相澤君に聞いてみないとわからないです。そして閉会式。はい、優勝メダルが選手の首にかけられましたよ、うんうんうん、ねえ、1チームしかかけられませんからね、はい、うん、嬉しそうですね。嬉しいです。おめでとうございます。おめでとう、おめでとうございます。やだ、やだ、もう終わった。
佐竹さんがおめでとうございます。やっぱあの時にしっかり育てたキャッチャーがありがとうございます。こうやって優勝に導いたんですよ。ありがとうございます。僕の指で勝敗決まるんで、もうその責任感だけです。結構緊張した。あのもう最後の回ぐらいかな、緊張するのは。じゃあもう初戦とかは、まあ、全然結構さ、もう初戦からさ決勝みたいな感じだったじゃん、もうチームの相手が。もうそういう感じはもう思ってた。もう思ってた。毎回もうエグくて、最後が東海地区だからやりづらかった。あ、逆にもうだって手の内は分かってるから、お互いで予選の代表決定戦もやってるので、逆に嫌でした。生かして師匠です、キャッチャーコーチ細山田です。一番最後は何が大事だったっけ。気合です。ありがとうございます。お疲れ様でした。おめでとうございます。いやもう感動っすね。なんかもう年代行前から優勝する感じは出てたんですよ。正直出てはないけど、くじえぐいな。そうブロック、上ブロック入って強豪しかいないやん。やっぱみんな思ってたんですね、すげえブロック入っちゃったなって。でももう本当に試合前からそうやって決まってるじゃないですか。だからもう毎回決勝のように戦えばいいよねじゃないけど、すごいしんどいけどね。それお疲れ様でした。いや本最高っすね。自分のピッチング振り返って。自分のピッチング、2回戦と準決勝を投げさせてもらったんですけど、加山さんにも負けたくなかったんで、本当に強気で投げました。ドームのマウンドがすごい投げやすかったんで、しっかりいいとこに投げられました。最高に嬉しいと思うんですけども、その気持ちをこのカメラに表現してもらえますか。あんな元気キャラだと思ってない。元気キャラだと思わなかったですね。もう素晴らしい飛び込み。じゃあ、前で歌います。最初めっちゃおとなしいかなと思って。どうした？あ、お疲れ。ほらほら、見てください。バルタさん、これ。これ、してるんですか？旅中。どうなの？なんかこのやっぱ動きが違うんで、僕はこの噛み具合というか。あ、裏技が違うんですよ。すごいな。軽そうだね。はい、軽いですし。噛み方が違うんですか。はい、で僕トーレタイムが本当にこれで 0.1 秒ぐらい早くなる。すごいな。ソールも割れてるんですか。ソールも割れてます。すごい、すごい。がぜん興味湧いたな。ちょっといいじゃないですか。これはがぜん興味湧きましたね。今回の都市対抗どうでした。いや最高に楽しかったね。スピードアップしてるのがまたいいね。3時間の野球とやっぱ2時間の野球は全然違うと思ったね。とにかく仕掛けもなんか早くなったような、そんな印象でした。非常に楽しかった。ということで、トヨタ優勝で幕を閉じました。ありがとうございました。ありがとうございました。気持ちは負けたくないから駆け出す、あの土の上で輝く。